コンコン、コンショウ、どうも、タンショウです。今回は、ハイフワールドの導入方法を説明していきたいと思います。はい。まずは、Windows 10版の方を、説明していきたいと思います。はい。で、画面見てもらって、ワールドを配布してますのでね、そちらの方を、実際にダウンロードしてプレイという流れを、やっていきたいと思います。はい。まあ見た通り、現在配布しているワールドの紹介画面。はい。で、こちらの方の下の方、ダウンロードはこちらと。はい。これを押していただくと、はい。ダウンロードの画面が出てきます。まあ見た通りのもの。まあ、自分はドロップボックス使ってアップロードしているので、基本的にはドロップボックスの、画面が出てくると思います。はい。で、中央にダウンロードがありますので、こちらをクリックと。はい。で、まあ、ファイルをダウンロードしてもらうと。わかりやすいのが、デスクトップかな。はい。で、保存、ダウンロードしてもらうと。はい。で、そうすると、デスクトップに、今これがね、はい。ダンジョン系 RPG。はい。こちらが、ダウンロードされます。はい。で、まあ、こちらをそのまま起動してもらうと。はい。まあ、これだけで、導入は完了となります。はい。レベルインポート開始。はい。インポート完了ということで。はい。以上、ハイフワールドのダウンロードの仕方でした。はい。ご視聴ありがとうございます。じゃあ、またね。バイショー。